はい、どうもこんにちは、 Nスタジオのリュウです。モンスターハンターライズ、サンブレイクの続きをやっていきます。この間のライブ配信でマスターランク70になってヨレネから話を聞いたら、あの古竜か、絶望の星が近づいている。古文書に記されている天水竜バルファルク、その特殊個体。提督、今回は私に行かせてください。ここ最近竜にばかり苦労をかけてしまっているので。その気持ちには俺も同意するけどさ、フィオレーヌは提督と一緒にエルガドを指揮する立場だ。前に君が倒れていた間もエルガドやオートが襲撃されていたら、どうしようかと肝を冷やしていたんだよ。返す言葉もないな。未だキュリアに脅威は去っていない。そんな中で指揮系統が崩れるようなことは避けるべきだと思う。何より今このエルガドで最も強いのは竜だ。総合的に考えて俺は竜に行ってもらいたい。心苦しいがそれが一番確実だ。竜殿、知っての通り天水竜は危険な古竜だ。さらに特殊個体と来ている。秘伝の実力があれば倒せると信じているが、今までの秘伝はない危険なクエストだ。それでも言ってくれるだろうか。俺まだ返事してないよ。そうか、言ってくれるか。すまない竜、どうか無事で帰ってきてくれ。一緒に来てほしい。あれか同行クエストかな。ということは彼女のあれを知っている。そうだね、彼女は真面目に非常に優秀な騎士なのだが、モンスターを前にするとどうもタガが外れてしまうみたいでね。普段の彼女とあまりに違うだろう。そのせいで特に若手の騎士などは怯えてしまうんだ。結果彼女と狩猟に行く盟友が常に不足している。だから貴殿が同行してくれて感謝してるよ。今日声かけさせてもらったのはね、ちょうど3人用のクエストが来てるんだ。彼女を誘って共に狩猟に行かないか。頼りにしているぞ。オッケー、それはちょっと独裁か、さらば。あれだな、バルファルク倒した後次の動画だな。絶望の星、お待ちしておりました。昨夜夜空に見えた赤い星、あれはバルファルクだったのですね。リュウさん、相手は大地を絶望に染め上げるとまで言われる古竜です。この緊急クエストを達成することでマスターランク70以上は解放されます。とはいえ危険だと思ったらすぐに引いてください。エルガドの者は皆あなた様を信頼し尊敬しています。もちろん私もご分をお祈りしています。特別なクエスト、ご確認くださいませ。やるか。行ってらっしゃいませ。俺の修行のためにもちょっと一人で借り取るぜ。よし、早速バルファルク討伐にレッツゴン。さあバルファルクっすよ。勝てるかすんごい心配。よろしくね。配信、ライブ配信の時にね一緒に借りに行ってくれた人がバルファルク貼ってくれたから、何回か買ってはいるんだけど、ソロで借るのは初めてかな、マスターランクのは。なのでちょっと頑張っていくぜ。ちょっと集中しちゃうかもしれないけど、そこは許してちょうだい。よいしょ。さあバルファルク、お前の罪を数えろ。
よいしょ。それかっこいいんだよ。かっこいいんだけど当たっちった。油断しちゃったな。なるほど。ちょっと攻撃パターンを覚えなきゃいけないな。あの砲台みたいなやつは2回来るっていうのを覚えときゃ大丈夫そうだ。帰ってきたよ。あ、やべ。弾丸で死んだ。やばいなぁ、これすぐやられちゃうなぁ。いやーでも参加要請はしたくないなぁ。まあ多分クエスト失敗はするでしょう。これをしといて、やおやお、怖い怖い怖い。最近銀レウスとかそんなんばっか飼ってたから、あれよ、 HP ゲージが短すぎる。移動したね。一撃一撃はやっぱ重たいな。今の2回来るのか。期限満場。さあリベンジマッチ。次はもう勝つよ。よって言っちゃったな。勝てるかなっていうとこなんだけど。もうガチでいこう。この辺もしっかり飲んで、火力も上げ、創薬も飲んで、もういろんなもん飲んじゃうからな俺。ドーピングしまくるよ。やべ、頼りになるね。うん、痛いね。くそ、よしよしよし。これが私の愛し
ね、もう一丁来る。よし、これか。マジで怖いんですよ、これ。お。トイレ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。よいしょ、ジンコが切れたらはめる。爆発ね、危ねえ。ほっよっ、さっきよりかは戦えてる気がする。危なかった今。よっ、オッケーオッケー。全てをぶつけます。移動か、移動か、移動したね。オッケー、まあまあまあ、1回目よりかは戦えてんじゃないかな。このまま勝ちたい。いや、勝つ。さあ、ショータイムだ。あー、乗ったか。言うこと聞きなさい。よっしゃ。そこでずれる。この技にかける。ちょっと予定外だったな今。ここは嫌なんですよ。もうちょいこっちで行こうぜ。こっちこっち、バルハルク、こっち来て。そんな細いとこで戦わずさ、逃げんのかい。戻ってくんのかい。おっ、ちょっ、危な。これが私のありつけ。よし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 、これはやばいね。回復して。ちょっと待って。ちょっと落ち着こうや。なんだ、あ、ラージャンか。よしよしよし、ゴリラパワー。総流始めます。
よいしょ、いけ、よしよしよし、もっと殴れ、最後外すのかよ、よっしゃ、そしてローリンアタック、投入完了です。ですよね、場所的に悪い、今なったのね。何かしてくる。お、飛んでった。怖かったー。でもこれしてくるってことは結構もうダメージ与えれてる？もしかして。危な、よし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 、かわせたかわせた、うわ落とし物いっぱいある、拾いたい、よいしょ、危ねえ、それ2回で終わりな、よしよしよし、お、怖い怖い、どこ向いてるか分かんないよ、よしよし、尻尾切ったよ、よしよしよし、あおっち、あおっち、それは危ないよ、よしよしよし、いい感じよ、ちょうどちょうど、あ、逃げるね、逃がさない、落とし物これだけ光ってないな、あと尻尾大事に使うね、ふう、いい感じじゃない、でも行くよ、輝きを取り戻して、よしよし、これで2回も叫ぶのかよ、ブンブンか、お、よっしゃ、はいはいはい、あいけ、ちょっとくらったら回復、その微妙なタックルやめてくれ、よし、あ、やばいかな、ビヨーン、もう一丁、よっしゃい、
これは読めなかった。飛ぶのかな。あ、飛ばないね。これはちょっと飛躍を飲むべき。お、この手で狩るんだ。あ、やばいな。よし、あぶねえ。またラージャン来てるよ。よしよし、いいねいいね。もう画面が赤くなると怖いよ今。あぶね。はいはい、これいけんじゃないか。あかん、これで油断しちゃダメなんだ。よいしょ、あー当たっちゃった。これ回復間に合うかな。あー移動か、オッケーオッケー。移動したね、よろしくね。緊張感がすごいよ。研ぎ澄まします。競争薬をもう一回飲んどくか。怪力の種と競争薬飲んで、いた、ガドの均衡を守るんだ。危なかったね今ちょっとね。逃げる方向完全間違えてた今。念のため回復したいんで、ずっと回避モードに入ってた今。よし、いた。そっか、回転だな今のは。突っ込んで回転。あーくそ、回転までは読んだのにな。何する、痛い。いた、爆発する。うん、その近距離で誰だ、どこ向いてるか分かんないの怖いな。よいしょ、移動か。
ふぅー、やーべえ緊張感。ちょっとマックスにしといて、輝きを取り戻して、研いで、ここだ。見えた見えた、赤く光っとるで。危ねえ。ここに回ってしまえばね。危ない危ない危ない。もうアイテムなんかどんだけ使ってもええわ。高い時は逃げ行くか。あ、しまった、やっちゃった。スタミナ見てなかった。さあリベンジ。おい、やっとたどり着いたのに。そったれい、移動ばっかしやがって。移動早いんだよお前。あー、今の回避できんかったか。油断大敵。させていただきました。ああ、地面爆発するなと思ってなかったぜ今。まだ弱らんか。うーわ、マジで。このままじゃ終われない。いや、今のかわしたじゃん。うそー。あー、ちょっと待った。アイテムだけちょっとしっかり補充していこう。マジで言ってんの。よろしくね。
うそろそろ弱っていいよ。あー弱った弱った、よかったよかった。だけどここで俺が死んじゃう可能性もあるから、しっかり注意しながら。痛い。罠効いたっけ？あ、効かないよね、コリューだから。よいしょ。もうだって仮技使ってないもんな。危ない、危ない、マジで危ない。マジでマジでマジで、ちょっと俺に攻めさせてくれ。危ないよマジで。勝ちないの俺は。よっしゃー倒した。よっしゃー、ギリギリ。よいしょ。きつすぎるでしょバルファルク。でもなんとか一人で枯れたけどさ。いや達成感は半端ないよ今。もうバルファルクお前強いわ。ちょっと練習しよう。お前あれだわ、一回も死なずに倒せるようになるわ。頑張って待ってろよ。やったー勝ったぜ。バルファルク倒したぞ。ほんとフーだよ。報酬しょっぱいな。まあまあしゃあないわ、2回も力尽きだし。絶望の星を落とすとはな。貴殿こそハンターの頂点にふさわしい騎士として心からの敬意を表する。だけどチェッチ姫が竜に憧れちゃって、ここのところずっと武器を眺めてるんだよね、うん、どうしよう、もしもハンターになるとか言い出したら、うん、チェッチ姫がそうしたいの、そうしたいというのなら意思を尊重すべきとも思うが、しかしハンターはさすがにその件は話を済ませている。結論から言えば諦めていただいた。チェッチ姫もご納得の上でな。ハンターになる件についてキレンにお伝えしたいこともあるとのこと、お話を聞いて差し上げてくれ。はいよ。チェッチ姫のとこ行けばいいな。こっちじゃないな。私にはなんだなんだ。あ、リエさんお帰りなさいませ。そのお伝えしたいことがあったんです。ハンターになる方法を調べていたところ、提督から話をされまして、モンスターを狩猟するということについて冷静にお考えいただきたいと。私その言葉にハッとなりました。あなた様に憧れて手にした武器はモンスターを倒すためのものなのだと。
私には殺気だったモンスターに立ち向かい武器を操って倒す勇気はありません。あなた様に憧れるあまりちょっと暴走してしまいました。私はここにいる限り受付嬢として頑張っていきます。さて今回の緊急クエストのクリアでマスターランク70以上の解放がされました。これから先もご分をお祈りしております。やったー、上限100までいけるようになったぜ。はい、というわけで今回の動画はここまでしようかなと思います。次回からマスターランク100に向けてランク上げしていこうと思います。チャンネル登録グッドボタンの方をお願いします。コラボのお誘いも待ってるんでコメントまたはツイッターの DM に送っていただけるとありがたいです。では次回の動画までまたね。